スノーマンラウール、子供の頃の夢はお笑い芸人だった、俺は宮川大輔になる、母親にも宣言。スノーマンが6日、TBS 系情報バラエティ、王様のブランチ、に VTR 出演した。ラウールが、スノーマンではなかったらやりたい職業、について、お笑い芸人、と明かし、メンバーを驚かせた。ちっちゃい頃の卒園式の映像が残っていて、将来の夢を語る時間があったんですけど、お笑い芸人になりたい、って。これにはメンバー一同も、本当に、と驚き。また、バラエティがちっちゃい頃から大好きで、宮川大輔さんに憧れていた。お母さんに、俺は宮川大輔になる、と。メンバーから、今日から、大輔、って言ってみる、と提案され、大笑いしていた。